皆さんブロスター、あ、ちゃ、こんにちは、あ、ちゃ、皆さんこんにちは、ガンです。あ、ちゃちゃ、なんかちげえか、まあいいや。皆さんブロスターって連携が結構重要なんですけど、難しくないですか、強奪とかで。ちょっと思ったんですけど、防衛一人徹底すれば強い説立証していこうかなと思います。まあ、やっぱ防衛といえばカールでしょうと。カールってもう無敵リロー、無限リロードで、なおかつこの防護スピンね、もう死なないでしょこれ。ウルト使えばね、もう多分ブルとかでもプリモとかでもね、誰も止められないと思うんで、こいつかなということで、こいつの防衛に入れたんですけど、さあどうだろう。まずちょっとね、味方がエムズとね、ちょっとペニーっていう、ちょっとあの火力にはちょっと劣るキャラクターなんですけど、まあペニーはちょっと信じてるんで、これ大丈夫かな。オッケー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 、当たるね。よし、防衛 100%、 俺の仕事はもう完璧なんでね、あとは味方に削ってもらうだけなんですけど、はい、いいっすね、いいっすね。ペニーいいんじゃないの？ペニーいいっすね。よし、来た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 。よしよしよし。もうほぼね、ほぼノーダメ。ほぼノーダメ。よし。ダイナマイクもね、これも削り切れるでしょう。いや、これ強くね？え？今、ブル諦めてんじゃね？え？これありだ。あ、これありのやつだ。あ、これ検証成功のやつだ、これ。あ、いや。あ、これ成功したわ。あとは削ってもらって。おい、エムズ？エムズ？あ、はよ削れ。おい、エムズ？あ、はい、はよせい。はよせい。いや、もうそういうのいらんわ。こっちには尺っていうのが大事なのに、エムズはあんたの名前は覚えたぜ。まあもう1時間後ぐらいに忘れてるけど、まあよしよしよし。まあちょっとね、ローサね、結構草むらで回復する系ローサはね、ちょっとしんどいんで、これはね、ちょっと味方の協力戦となるんじゃないでしょうか。ペニーね、ちょっとね、ウルト食べさせちゃうん、ちょっと申し訳ないんですけど、まあいいでしょう。いけ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 、ナイスナイスナイス。あれ、あー、待って、これやべえな、ちょっと防衛、初防衛。防衛 100% 無理っすね、これ。まあ、ウルト溜まったのはいいんじゃないでしょうか。おっと、ジェシーのタレットがいい。ブル、そこにダリルがいるからあんま行かない。あれ？ダリル？ダリル？やってんね。ダリルやってんね、今の。いや、本当にね、カールの防衛力最強なんで。やべえ、これちょっとまずいな。オッケー。まあ、肩を削ればいいでしょう。ローサはジェシーと二人で守りたいとこなんですけど、一発当ててくれ。頼む。まあ、来るね。よし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 。いや、強いな。やっぱ、投げてからウルトっすね。はいはいはい。これどっちだろう。まずはペニーね。まずペニー。待って、あいつ死なねえの。あ、ナイス。完璧な協力じゃん。もうやっぱ信じてたよ。ローサ来る。体力も回復しきってからの、ローサウルト溜まっちゃったか。ブルー。あー、めっちゃ囲まれるやん。ブルってもうあの、上、右上か左上にね、適当にウルトでとつって、もうあの、うろちょろしてたら、まあなんとかなるんでね。まあそれおすすめしてるんですけど、まあ、あんまやらないっすね。まあ大体真ん中からタックルしますよね。よし。あ、いいね。いや、マジでいいよ。それいいよ。これでウルト貯めて、はい、もうこれ、もう全員防げるんじゃねと。これもう勝ったんじゃね？オッケーオッケーオッケー。やべえな、ちょっとこっち側ブルが守ってもらって、オッケー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 。これどっちから倒そう？ペニーかな？さっきペニー。いや、こっち？いや、どっち？やべ、これちょっと中途半端、やべ。やった、これ。あ、これやったわ。もう俺先般じゃん。いやー、これちょっとね、ダメだわ。あ、やってくれたー。いや、全然ありじゃないですか、この戦法。いや、カールのね、防衛がひたすら強かったんでね、まあ、この戦法やってみてはいかがでしょうか。いやー、まあ正直、シェリーとか来たらボコボコにされたんですけどね。あと、なぜか攻めてくれない味方がいて、なんか3人全員ずっと防衛してたみたいな感じで負けたこともあったんですけど、まあ強いんじゃないでしょうか。